うん、あれシワボタにしてたし最悪アフロアフロみたいな、はい、あとありがとう、かけるなとはなちゃんと一緒にいます。配信です。はい、そうです、配信です。え、やってよ、始めます、イエイ。え、美味しそう、何したの、あ、ミネシオ、ミネシオだった。え、このご飯美味しそう、いや美味しそうですよね、ご飯が、始めます。こんばんは、これあげてもいいですか、ブログ。いいよ。え、何デート行ったんですか。え、そうだよ、やば、いいの。そうです、ちょっと待って、めっちゃいいじゃん、行こう、かけるなもご飯、行きましょう、マジで行きましょう、もうこんなデートでもいいですよ、ふっかれそう全然行きますよ、今日暇ってたら来そう、行きますよ、全然行きますよ、そんなの3秒で行きますよちょっとふっかれすぎご飯、あ、みんなに教えて、かわいい、そのリップですよね、でもめっちゃ液漏れするんですよ、夏めっちゃ溶けるみたいな、やばい、それやじゃーん、ご飯、うま、一つ空いてるけどブロック俺がもらったなんか好きなおかずがあって、ちゃんとありがとう、美味しそうじゃない？え、美味しい、美味しいですか？うん、美味しい、いただきます。なんかご飯が白ご飯じゃなくて、うん、こういうのがいいんですよ。え、わかる、テンション上がる、そう、美味しい、こういうの。私さ、サバ竜田揚げって書いてたっけ、サバと竜田揚げが入ってるのかと思ってた、これサバなんですか。え、そうなんだ、サバの竜田揚げだった。え、待ってください、ゆうねさん入ってるやつ、あ、ダメだよ、これ取ってきたら、いや、いいけど、え、ダメなの、いいけど、え、全部に書いてないの、ごめんなさい、ついてる人悩んでますよ、今紫なんだろう、やば、誰が撮ってない、おもろい、ご飯とか撮ってなかったかな。え、でもみんな撮ってた、スタッフさんが困ってる、みんな最初に見て分かってたんで、こっちがさかな、なんか文字書いてあるの全部に書いてあるの、うん、卵美味しい、うん、うん、甘い系のね、うん、甘い卵、このさ、このリップさ、プロポリスの味がするね、これどれ、これ、うん、プロポリスって何、うん、なにこれ、なんかおばあちゃんが、私のおばあちゃんが好きなんだ、私のおばあちゃん知らないよね、なんか喉が痛い時にそれを飲むとピリピリした味なんだけど、喉に張り付いてなんかそこを治してくれるみたいな、え、薬ってこと、薬みたいな味がする、うん、食べてほしいけど食べてほしくない感じ、見た目は超美味しそうだけど、え、わかる、これ普通に私好きだよ、え、プロポリスの味じゃ、その薬いけるんだ、皆さん、ハムみたいな、ベーコン、なんか、うん、美味しい、あ、美味しくないわけじゃないけど、プロポリスの味がする、え、美味しい、ね、うん、あれ、プロポリスが分かんないからかも、うん、そうかも、うん、プロポリスはあんまり美味しくないよ、うん、なんか化粧水とかに効くくない、プロポリス、え、あ、成分的な、うん、うん、わかんない、プロポリスを飲みなさいって言われて、いやいや飲むから、え、美味しいけどね、ベーコンみたいな、ハムみたいな、うそ、うそ、まあまあ、たまに理解してもらえないんだけど、これなんか粘土の味するって言ったもん、あー、でもたまになんかするの分かるわ、分かる、うん、分かる、そういう系のあるよね、出るね、まあまあ、ケゴして、ケゴして、いいよー、いいよ
は結婚してできたらなんて言います？嫌ですって断る派です。断るんだ。うん、ギャップ萌え。やっぱりハードルが高い。うん、そんな簡単に結婚できると思わないでほしい。厳しい。試練を積まないとダメなのか、うん、そこに行くまでに。マジ眠かったな今日。眠かって言わないの。眠かった。朝から眠かったですね。眠いよね、だって。まず新幹線やばかったんですよ。どういうこと？なんか仙台行ってたの？あ、今日仙台から帰ってきたの？そうですそうです。あらあら、もうちょっとで着くかなと思って、でもなんかもう気絶みたいな、本当に。どういうこと？もうなんか頭落ちてくるみたいな、ドーンって新幹線の中で。しかもなんか起きれないんですよ。何あれになっちゃって、金縛りになっちゃって。うわ、金縛りめっちゃ合うんですよ私。え？でもなんか指一本動かそうとして、うん、動かないよみたいな、あ、溶けたと思ったらまた、うぅまた金縛りみたいな。怖っ。マジでもうなんか10回ぐらい金縛りと戦ってました、新幹線の中で、駅着くまで。やばっ。マジで苦しかった。どんな感じなんだろう。なったことないですか？ねえ、私もないですよ。なんで？体動かないことない。うん、わかる。なんか極限に疲れた時とか、めっちゃ眠い時に寝たら体動かなくなるみたいな、うん、ないですか？なんか脳みそは動い起きてるみたいな感じで、体が全く動かないみたいな。でも極限に疲れてたら立ち上がろうと思って立ち上がれ、なんていうの、ある座ってて、こっから動けなくて布をゴロって落ちたことがあった。それはやばいよ。それはやばい。疲れすぎ、疲れすぎ。マラソンでも走ったレベル。本当に。ミキさん。うん、ミキさん。ちゃんとありがとう。鼻。鼻のやつ。人参。あっちは怖いって。金縛りの方が怖い。怖い？金縛りの方が怖い。うん、なったことない。かわいい。知ってるよ。新幹線幽霊がいるかもしれない。そういうことだよね。え、金縛りってお化けなんじゃない？違う違う違う。え、でも見えないです。私金縛りで。お化け見たことないです。なんか言うよね、なんかさ、言いますよね、上になんか上にいたの人みたいな。え、でもなんか音とか聞こえます。なんか踏切のカン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 みたいな音とかが聞こえて、体が動くなったりとか、なんだろう、なんか変な音楽とかなって、でもなんか人は見ないです、金縛り中に。え、音聞こえる？音とか聞こえる、めっちゃ嫌だ。なんかザワザワザワみたいな、あのテレビの音あるじゃないですか、怖いみたいな。あれで金縛りになるんですよね。そう、マジで嫌だよ。すいません、いいよー、すいません、いいよー。結婚して守ってもらえな、彼女さん。ん？結婚して守ってもらえな。どういうこと？彼女さん、隣で寝てもらって。ああ、そういうこと？添い寝してもらって、ファンのみんなと。そう、あー、結婚して配信しながら、結婚したよねって言ってね。なんで金縛りを押し付けんの？怖いんだけど、12期の世界。結婚方法最悪やん。本当ありがとう。両線いいよいいよ言われたか、投げたじゃないか。サイン会楽しかったです。そう、仙台行ってました、実は。いいな、会話やばくない？サイン会楽しかったです、そう、仙台行ってました。実はなんか食べた？でも、あ、ずんだ餅とか、ずんだシェイクも飲みました。うん、スタンカン、すげー、スクリーン、何やってるか、ここ。スクリーンじゃん。ケータリング。大学の話やん。一応大学生ですもん、ここ。あ、そっか。ユエさん卒業した。ユエさん卒業した。あ、なるほど、高校卒業して、大学生。入れ替わりですね。大学1年今。1年です。うん。けど全然、もうゼロ単位です。いや、マジのゼロ単位。やばいですよね。そんだけいいの？本当にゼロ単位ですよ。え、履修登録忘れたとかじゃなく、登録はしてます。一応しました、1年次だけ。うん、そしたらなんか3年、2、3、4年次の登録もしてくださいみたいな電話かかってきて、やってないです。やんの？取り前1年だけやって、教材だけ届いたみたいな。いや、笑い事じゃない。そうね、マジやばいんですよ、本当に。そういう人聞いたことないんだけど。マジ
ジでやばいよ。マジゼロ単位だから。リアリーですこれ。リアリー。だからさ、なんかあるじゃん。そんなに授業行かなくても中には単位取れるやつあるじゃん。取ってないです。やばいですよね、マジで。なんかもう自分終わってるなみたいな。ダメ人間すぎて笑います、さすがに。笑えません。マジで、マジで笑えます。頑張れ。本当やばいんですよ、ね、今から挽回はできない。ついひとかない。え、まだ半年しか経ってないけど、まだいける。あ、そうなんですよ。え、でもなんか2年になるまでに最低のあれがあるじゃないですか、うん、単位。それもう頑張って取るかみたいな、うん、それ頑張って取らないと2年になれないなみたいな、うん、10年やん。そうだよ。ねえ、やばいから、ほんまに。脳流年にしたいです。うん。後期頑張んなきゃ。マジやばいです。マジでなんか、やだ。なんか単位1個も取ってないのにやめたいですもん。何しに入ったんだ。やろうとしてないのに、もうやめたい。もうやめたい。教材見るたびにやめたくなる。見開いたこともないけど。やだもないのか。マジやばいよね。やばい。なんかやばすぎて。結構頑張れって感じ。うん。そりゃ。マジ頑張れなんだよね。でもね、確かにめんどくさいよね。うん。そうだよね。そう。うん、めんどくさいっていうのもやばいよね。なんかゼロ単位すぎてやばい。学校は行ってんの？行ってないで。あ、通信なんですよ。あ、通信なんだ。通信だから余計なんかもうスクーリングの日を、うん、が公演とか入ったら事前にキャンセルするじゃないですか、うん、先に公演の予定が来たら学校、うんうん、でそしたらなんかせっかく取れる単位がそれゼロみたいな。あら、夏休み中しかないじゃないですかスクーリング。そう、ごめんスクーリングが分かんない。何スクーリング？なんかあの本科生の人が夏休みの時に通信の人たちが夏休みに授業受けに行くみたいな。でその8月9月以外はあの提出とかレポートとかで単位取るんですよ。あのオンライン授業とかで。へえ、そうなんだ。オンライン授業でいいなら受ける。本当だよ。え、なんかおかしいんですよね私の学校。なんかオンライン授業が全然なくて。何ですか？ねえねえ、何言ってんのこの子。オンライン授業。全部レポートみたいな。出せばいいじゃん。いや、いやなんですよ、ね。それが嫌なんですよ。出したくなくて。いや出せないですよ。でも夏休みってなんか普通に専門っぽいさ内容が入ってくるから、ね、そう、うんうん、しかもなんか実習あるんですよ。あの保育園教諭、幼稚園教諭だから。お、そうなんだ、すごいじゃん。実習？あ、そのあ、そう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 、高校の時から保育の。あ、そうなんだ。そうなんですよね。普通に焦っててやばい。いや焦ってないよね、やってないから正直。大変そう。そういうなんか教諭系っていうの、あの教諭系っていうか、うんね、その実習があるのが大変で、やばい。なんか休めないんですよね。20日間連続で実習に行かないと単位取れなくて、1日でもその20日間のうちに実習に行かなかったら全もう1回20日1からやり直しみたいな。何年生？2年からあるかな。もう大変だ。とりあえず2年に上がろう。そうですよ、ね、そこじゃなくとりあえずもう実習のとこが考えてるよ。一旦そこじゃないよ。考えても無駄っていうね。やばいね、大変だ。そう。本当に大学生なんですか言われてるんだけど。いや大学生じゃないよ今。課題を触ったら大学生と言ってもいいけど。え、でもちょっとは開いたりしたいじゃない。してないよ。いや、そんな自信満々に言わないで。本当にしてないんですよ、マジ。バクテだから送るの郵送系わかんない。ええ携帯系じゃない、メールとかじゃ送る。なんかインターネットでレポートやる送信フォームみたいなのある。じゃあわかんない。なんか紙だとめんどくさい。え、けどなんか紙のやつもあるのかな。めんどくさい、それは。移動中とかにやったらいいじゃん。私全部行ってポートとか移動中に新幹線とかでやってたよ。そうしよう、マジ頑張るわ。後期頑張れ、頑張れな。鳥間頑張れな。鳥間頑張れな。頑張れな。うん、そうだよ、鳥間頑張れなだよ。ですよね、うん、マジやばいですか私って。やばいですよね。今8月でし
この作りが始まったんですよ。ってことは本科生は4月に一緒に入学したわけじゃん。まあ、レノも入学し4月だから、そう、もう夏休み、本科生はもう夏休みじゃん。そう、終わった。だから学校帰ってたらさ、なんやかんやなんか行くもんね。そう、だから大変だよね、絶対ね。やる気が出ない、学校も。一緒の学校にすればよかった。だって学生だと思ってないもん、自分のこと。ニートだと思ってます。ニート、うん、違う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 、はい、SKE のメンバーです。あ、そっか、うん、よかった、うん、ニートじゃ、それじゃなかったらマジニート。いや、それじゃなかったらちゃんと言ってたよ。いやー、そっか、やっぱ大変だから。まあね、ミジさん、レポートとかよりも仕事優先にしちゃうからさ。そうなんですよ、マジで。それ結局ね、そう、なんかこっちもしたいけどこっち覚えないってなったら、明日のさ、レポートよりとりあえず明日の公演になっちゃうじゃん。マジでそれ本当だ。でも花なみたいじゃん。うん、偉いね。通いだからなんか友達とかにさ、うん、プリント持ってもらったりしてるから、にゃー、助けがある、うん、マジレナも通信でさ、スクリーン行ったら友達作ろう、分かってる、うん、友達作るの上手じゃん、うん、そうそうそう。でも大学あの兵庫なんですよ。え、そうなの。そう、だから通信にしてて、絶対名古屋の大学の方がよかったね。ね、思った、それ。え、てか名古屋で通えばよかった。え、うん、ね、通信じゃなくて、うん、そう、一緒大学風があるかわかんないけど、同じ大学来るとかと思う。ねぇ、終わった、人生巻き戻したい、ドラえもん。マジドラえもんかね、マジやばいな、頑張んないと。いける、巻き戻せる。それは無理だ。追い上げ。え、でも、でも後期から頑張れば。そう、でもなんか前期とか後期とか分かんないですもん、まず。でもさ、あるのかな、そういうの。そういうなんか通信とかの高校もそうだけど、うん、救済処置がありそう。なんか実際は通信と高校行ってたけど、うん、結構救済処置やったから。でも大学だよ。しかもなんか資格系。ね、え、でもなんか8年通えるから最低。何歳まで大学通おうとしよう。まあ8年、卒業して卒業しようか。27とかまでいけるってこと。やばいね。8年かけようぜって思って。8年かけます、私。大学8年生とかで頑張るわ。ゼロ単位だったら8年かけても卒業できない。確かに大学になっちゃう。それはそう。やばいやばい。今2年生、目標2年生。え、ちょ、七夕に書けばよかった、目標2年生。やめなさい。七夕の時に。マジやば。こんばんは。ありがとう、ドラえもん。マジドラえもんって感じなんだけど。助けて、ドラえもん。何だよ。受験です。ありがとう、受験さん。ハロー、ボンジュール。お、すごい。ほんとありがとう。千人やば、経験あり。まあまあ。大学生の間、経験ない。最低8年か。そうなんだよ。なんかみんながなんか大学の課題したのみたいな言ってくるんですよ、うん、配信で。なんかもう悪者みたいに言ってるけど、私が悪いんですけど。うん、言ってくるんですよ、みんなが。配信中にしたらいいじゃん、レポ。確かに。いや、絶対やんないですよ、私が。確かに。今日何々があってとか絶対話し合います。うん、でも配信で中国語の発音の練習してて、ちょっともう、やってみて。できない。いや、あれだけやる。おしー、リーベリー。そうそう。おしー、みたいな。おしー。何ですか、おしーって。私は。そうですか、おしー。しかも、なんか、そうなんだ。中国語のプリント全然書いてなかったから、うん、テストの直前に。中国語ってめっちゃむずいって言うよね。全然できない。でも中国、うん、でもまだ同じ。1年生の子に、知らんとこもないように、ごめん、プリント見せてほしいって写真撮られてもらって頑張った。それは頑張ったね。頑張った。いい子。うん、優しかった。まあ。お
本当ありがとう。でも先生に会えなくて、会えないからなんか諦めるとかないんだよね。諦めないっていうか、私も諦めません、はい、先生とは自分だけってこと？なんか電話もジムの人みたいな、会ってないからね、一回じゃあ先生に説得するみたいなことができないんだ。そう、もうスクリーニングだけだからマジで1年に1回、2回ぐらいしか会わない。そっか、離婚して嫌です、おんぱありがとう。今聞いた、ナチュラル嫌です。びっくりした編入、確かにそう、なんか2年生になっておけば、単位だけなっておけば編入もできますよねってことなんだよね。あ、編入できるのか、うん、そうなんですね、うん、できるとこもある。今日概念してよなんかスクリーングが全部制服の目にかぶってて学校行けてないんですよね、まだ。それきつい。8月後半に俺の夢、違います。おもろ、最高ですね。フランス語高校でやってた。フランス語、フランス語めっちゃむずいですよ。むずそう、覚えてないけども。フランス語はある、あった。ねえ、あ、選択科目みたいな。私も中国語にした、それで。ねえ、中国語にしました。中国語なんかめっちゃ難しいって言いません？漢字だからね、でも。なんか人口多い県つくあったら使えるんかなみたいなのでやったら全然さ、何も習得できなくてあれみたいな。使わなかったですか？うん、使えなかった。何語が？中国語。そうなんだ。なんか中国語並びって英語と一緒じゃないですか？あ、あ、いや、もうちょっと待って。韓国語と日本語はなんか私は何々ですよね。確かにね。確かに私はですって。それがなんかめっちゃ混乱するみたいな。テスト前で教えてよ。もう分かんないじゃん、もう。それがめっちゃむずい、なんかあるらしい。でも日本語が一番難しいって言われる。確かにね、むずいよね、きっとね。漢字とかわかんない。なんで漢字とかわかんないし。漢字、うん、方言が多すぎる。いや、方言じゃないでしょ、漢字は。ただのギャル語じゃないの。だからなんか、それがそういうさ、特殊な流行り言葉みたいなのが多すぎない？うん、確かに。とか、うん、かそれは日本語なの？その、日本語の分野なの？違うんですよ。理？理解の理でしょ。了解の理じゃない。いや、どっちもいいけど。いや、了解。了解かと思ってた。了解。じゃない、了解。え、でもさ、かきれなとかなんかそういうのさ、知り尽くしてそうだもん。使ってそうだもん。でも確かに理解も同じ意味かもしれない。一緒だよ。発音が難しいんだ。もう、私何だったの？写真撮った。魚美味しい。え、美味しかった、それ。かわいい、ありがとう。この後、7時からオンライン。なん、どっちから始まるんだろう。確かに。チェッキ？チェッキ？チェッキからじゃない？チェッキ？抽選？いつもなんか抽選が最後のイメージ。あ、確かにね。そうだっけ？この間なんか手形やって抽選じゃない？あ、チェッキからだって。チェッキから。うん。チェキもう取ったよん。チェキマジ、なんかよく分かんなかった。何が良くて何が良くないのか、うん、変わるの。なんかめっちゃ耳いろいろ使ったので楽しみにしててください。うんうんうん、あの耳いっぱいあると思ってなかった。確かにね。そう、キミエさんとアイカさんに取ってもらいました。職人だった。嬉しそう。何
なんかさっき台本をやろうとしたんですよ。そしたらあ、ジュニクちゃん始まったよね。いや、そうです、そうです、ね、みんなやってるよね。エントリー人数私だけで4分の1で永遠待ってるよみたいな、参加者待ってるよみたいな。え、今やろうかな。やりな、みんな花やるって。友達がココミンと遭遇してた。モーニングボイスその場で録画。え、そうなんだ。やば、何え、そうなの。もうダメダメダメ。おはよう、待って、うん、レナの場合朝に寝るからお休みなんだけど。やばいって今から寝るね、お休みもうダメだこの子みんな仕事に行くんだ、俺は寝るみたいな。大貧民になっちゃった。あにはせよ。あら終わりですもん。あにはせよ。都落ちさせられた。いや、反則負けだよね、教えたいなのに。そう、教えてもらったのに、でも8を最後にやって、あれだよ、うん、ね、レッスンシューズ、もうマジ分かんない。私あのジッキが6人で乗ってるやつ、あれ大富豪のやつ。え、そうなんですか。よく履いてるじゃん、6人お揃いのやつ、あれこの大富豪でもらったやつ。イベント的なやつですか。え、みんなもらえるでしょ。なんかなかったっけ、なんかポイント貯めたら12期みんなにプレゼントもらえるんじゃないの。あー、今のイベントか。うん、なんかもらえるのかな。なんかもらえるよ。全然見てなかった。え、そうなんですか。そうだよ。え、あの、ひょがらのやつ。そうそうそう。あ、そうなんだ。へぇ、いいなぁ。革命起こった。革命起こったら何なの。革命起こされたんじゃない。起こされた、起こされた革命起こった、起こしたんじゃなくて。革命起きたら、あの強い順が逆になる、数字の。うん、そうそうそう、それでなんか3を出しちゃったんだよ。あ、3を残しちゃったの、革命中に。ああ、それでえってなって、2じゃない、かけられないって言ってたのにみたいな。そう、2とか8じゃないのに残っちゃってたから。本当ありがとうございます。え、70億ポイントでお揃いのシューズもらえるよ、だって。そうだよ、70億。マジか、お願いします。え、頑張れ。今何億なの。何億？勝手に70億って聞いたから今何億って聞いたけど、今どれぐらいなんだろう。え、これってさ、革命中ってさ2でもいいってこと。2でもいいけど3が一番強い。こんばんは、職人さん。さっきからいっぱいご飯来ちゃう。よいしょ、そろそろ配信終わろうかな。終わります。バイバイみんな。ちょうど40分ぐらいじゃん。ランキングダッシュで読みます。うわ、大富豪だ。え、すごい。1位ヨッシーさん、ありがとう。2位うどんの方、3位群馬のダーちゃん、4位パンダくん、5位スブタンさん、6位ロットシフトさん、7位タク伊藤さん、8位ヤクマメさん、9位プックン、10位 OP さん、11位ディープインパクトさん、12位レオ香港さん、13位ファイトさん、ありがとうございます。ごめんなさい、一瞬で順位発表しちゃった。バイバイ。また7時からのオンライン席会抽選会見てください。バイバイ。見てね。見てね。